北陸財務局は2月の経済動向について能登半島地震で個人消費などに影響が出ているとして2年ぶりに総括判断を引き下げましたし北陸財務局が先月28日記者会見を開き明らかにしましたそれによると経済動向を図る個別の指標のうち個人消費、住宅建設、生産に 地震の影響が出ているということです個人消費では主要な観光地への入り込みが前の年を下回っていますまた生産では製造業の設備が被害を受け本格的な稼働には至っていませんこうした地震によるマイナス要因を踏まえ北陸財務局は2月の経済動向について一時急速に悪化するなどその影響を強く受け 弱含んでいると発表しました総括判断の引き下げは2年ぶりです